つなぎもに絡むのよ。マジで最高傑作だから。はじけるレモンの香り、キュアハイボール。ということで今日も始まりました、デリシャスプリキュア。私がキュアハイボールです。今回ですね、私がですね、最高にハイボールが進む必殺技を繰り出したいと思います。名付けて無限つなぎもでございます。これはね、もう本当にすごいっすよ。ガブ飲みでいきますね、ハイボールが。なんでハイボールを飲んでいきたいと思います。ということでいただきます。あ、ということで今回作るのはこの動画大丈夫かな、炎上するかもしれない。ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、もう簡単でございます。つなぎも1パックで 200g から 250g ぐらいのもの、そしてニンニクが2かけ、あと長ネギ2分の1本、これ使ってます。ということで最高のキュアハイボールのお供を作っていきたいと思います。まず野菜を切っていきます。このね、長ネギの切り方なんですけど、こうやって切ります。で、長ネギなんですけども、ここにね、土が噛んでる時がありますんで、そういう時はね、洗ってください。で、半分に切ったらこうやって置くんですよ。こうやったら、こうやって斜め切っていく。はい、こんな感じでございますね。次はね、ニンニクでございます。ニンニクはね、みじん切りしますね。で、これはね、バットにちょっと避けときましょうか。つなぎもって皆さんどうやっていつも切ってますか？いろんな切り方あると思うんですけど、まず半分に切りますね。半分に。で、柔らかいつなぎもが食べたい方は、ここの銀皮をこうやって削いでくださいね。僕は銀皮大好きなんで取らないですけど、硬いのが嫌いな方はここでね、こうやって削ぐんですよ。こうやってね、こうやって削いでくださいね。はい、こうやってこうやって削ぐんですけども、こうやって銀皮削ぐんですよ。ね、そうすると柔らかくなるんですよ。僕はこの銀皮のコリコリこそが至高だと思ってますんで、前にやったのはこうやって切れ目を入れることなんですね。今回は格子状の切れ目を入れます。斜めに包丁入れるんですよ、こうやって。で、この銀皮もちょっと切れ目を入れるような感じで、で、これで斜めのこういう切れ目が、で、ここで格子状にするので、こっちにも刃を入れます。この、これこれね、花が開くんですよ、砂肝の、ね、この食感、めちゃめちゃうまいの。なんでこれをね、やっていきます。で、切り方で食感が変わるんですよ。なんでこの切り方をするとね、非常にすごくいい食感がします。このひだ、これを全部やっていきます。はい、銀皮も包丁が入りますから、この切り方だとすごく食べやすくなるんですね。はい、こうやって入れたら、こうやって、逆側でこうやって切るんですよ。こうやって、はい、こんな感じで、はい、で、全部こんな感じで花開きました。あー、花が咲く。じゃあ炒めていきます。じゃあね、フライパン用意してください。ここで砂肝を炒めていきます。まずフライパン温めてください。で、ここに油大さじ1杯入れていきます。フィーリング、悩める街で見つけたパラダイス。はい、じゃあ塩コショウした。ほら、見て見て、すごいことになってるでしょ。砂肝が花開くんですよ、こうやって。この砂肝も食ってほしいな。はい、で、炒めます。炒めましたら、まだね、完全に火通さなくてもう大丈夫。ここにニンニク、最初にニンニク入れると焦げちゃうから、肉を炒めた後にニンニクを入れて、こう香ばしさを出していく、ね、で、鷹の爪、ここで、辛みを足したいんで、鷹の爪をね、まあ、1本分ね、1つまみぐらい入れます。で、これも最初に入れると鷹の爪って焦げやすいんで、途中で入れてください。で、長ネギを入れていきます。で、これさっき結構入るんですよ、ね、でネギとつなぎ物炒めなんです。こう
これですよ、無限砂肝はこれです。で、さっと炒めておいて、で、ここでね、調味料ね、お酒を大さじ1杯、入れます、ここに。お水小さ、あの、大さじ2杯入れます。で、お塩1つまみ。で、お砂糖、お砂糖小さじ3分の1、はい、これぐらい。で、片栗粉ね、片栗粉が重要なんですよ。片栗粉が入ることによって、タレにとろみがついてですね、非常にこの砂肝が絡むんです。これよく混ぜます。よく混ぜて、よく混ぜたところで炒めている砂肝にこれよく混ぜたのを入れちゃう。で、この片栗粉が入ってるから、このとろみが適度について、これがね、砂肝に絡むのよ。これ人生で一番砂、しかもこの砂肝が松ぼっくりみたいになってるでしょ。これがね、うまいのよ。で、さっと炒めて、で、ここに最後に粗挽き胡椒、スパイシーさを乗せていく。そしてそこにごま油、これ小さじ1杯ぐらいです。さっと、これですよ、僕の無限砂肝。これが悩める街で見つけたパラダイスです。はい、じゃあ持っていきましょう。ほら、こんな形の砂肝見たことある？これね、めっちゃこの切り方うまいから、これ砂肝っすよ、これ。で、このネギダレ、ここでかけちゃう。これ、あの砂肝料理結構やるんですけど、これはマジで最高傑作だから。ということで、こちらで無限にハイボールがいけちゃう無限砂肝、完成でございます。ということで、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。やべえ、やっぱ世界で一番うまいじゃん、これ。くわー、うますぎる。このひだひだにとろみのついた塩だれが絡む絡む、大好き。もう最高なの、これ。つなぎも史上最強です。いや、やばい、これは、やばい、これはほんとやばい。酒が足りない、酒が足りない。ということで、アパンプ集合でお願いします。いただき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 ます。うめぇ、コリッコリ、これはうまい。そういうことなんですよ、片栗粉ちょっと入れて、ちょっととろみつけたこの塩だれが切れ込み入れて、この間に旨味を染み込ますことによって、ハイボールが水になるんですよ。すごいうまい。これでも酒用だね、ご飯もいけるけど酒の方が、だから酒が水になるじゃん。酒は水ではないんだけど、酒は水なんだよね。この切り方っすよ、みんなにやってもらいたい。そして酒を水にしてほしい。これあったら行くわ。焼き鳥屋さんとかの隠しメニューでちょっと出してほしいですよね。これ焼き鳥屋さんで出たら俺通うわ。俺多分住むと思う。全国の焼き鳥屋さん、これ置いてください。あの、行きます。無限砂肝、著作権フリーなんで、これ無限砂肝って言って出してもらっていいんで、行きます。食いてぇな、もう一回行きたいなって言う時に行きます。ということで、覚悟しててください。よろしくお願いします。僕はカラオケ行くと、あのドライフラワーは絶対歌いません。なんかミーハーな感じがするから、はい、あとダパンプとか歌います。ダパンプもどうなのっていう感じですけどね、はい、あ、ダパンプはイフも歌うんですけど、あのやっぱね、フィーリングッドですね、やっぱり。あのデビュー曲ですね、僕は。知らないって言われますけどね、みんな。歌詞がいいんですよね。俺ももう悩める街でパラダイスを見つけたいんですよね。